はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。前回ですね、リッカのね、Wi-Fi クエストやりました。宝の地図で夢の名のついた宝の地図を攻略すると、一番僕の奥のね、一番奥のボスを倒した時に、母からのね、贈り物でね、手編みのセーターが入ってましたね。まあ、そのクエストがクエストナンバー123だったんですけど、そこをね、クリアしたら、クエストナンバー125の追加クエストが受けられるようになったので、それもね、後ろから、カウンター後ろからリッカに話しかけるということなので、どうしたのかな、ルイダさん。っていうのが、前回ね、そこ攻略したら、ルイダさんがね、話しかけてきたんですね。まあ、その下りの続きだと思うんですけどね。あ、カズボーねえねえ、ちょっと気になることがあるんだけど、聞いてくれる？はい。あのね、気になるっていうのは、ルイダさんのことなの。前に私とカズボーで宝の地図を使って冒険したことがあったじゃない？前回のパートですね。あれ以来ルイダさんが物思いにふけていることが多くなったのよ。なんか遠い目でため息ついたり、私がどうしたんですかって聞いても答えてくれないし、まあ自分でね、なんか言ってましたよね、最初の方ね。訳ありの女性だ。訳ありの女性って言ってましたよね。ねえ、カズボー、あなたならルイダさんの秘密聞き出せるんじゃないかな？ルイダさんの話を聞いて元気づけてあげてくれない？これですね、125受ける。うん、ありがとうカズボ、ルイダさんの話を聞いて何か分かったら教えてね。ルイダの秘密。さて、あらカズボ、どうしたの？え、リッカが私のことを心配してるですって？これ真横なのに聞こえなかったのかな。そう、冒険者のあなたになら話してもいいのかもね。私がちょっぴり元気をなくしたのは、あなたとリッカが旅に出たのを知って昔を思い出したからよ。実はね、私かつてはあなたと同じ世界を股にかける冒険者だったの。そして私には当時いつも一緒に旅をしていた一人の仲間がいたのよ。でもね、その人とはあることがきっかけで別れることになったの。その人の名前はミロ。別れたのは風を愛する人たちが生きる地だったわ。風を愛する、今の話を聞いて私を仲間にしたくなった？でもね、それはできないのよ。あの人との約束なの、ここにいるのは。風の名のついた、まあちょっとわかりませんけど、これ行かれる風の地図とか揺らめく風の地図とかあるじゃないですか。こことかじゃない？風を愛する、揺らめく、今いる場所だと思うんですけど、ここら辺だと思うんですけど、これね、前に来たことありますね、ここら辺ね。風って書いてるから、こういうとこだと思うんだけど。まあ、レベル、宝の地図のレベルは低いですけど、あ、溶岩ピローとかいるじゃん。あ、メタルブラザーズがいる。まあいいや。ほっときましょう。あ、こんな感じでね、いい地図にはね、メタル系出てくるんだ、これサンマローの近くの。溶岩ピローとかメタルブラザーズね。これ取っとこうか。あんまり自分見ないんでね、そういう攻略とか。見ちゃうとね、なんかそれに沿ったプレイになっちゃうんで、あんま見ないようにはしてるんですけど。何かね、こう倒したらいいのかな。ハヌマーンか。いや、もうこんな楽でしょ。あ、物干し竿で倒した以来ですね、これね。まあ、これでいったと思うんですけど。まあ、大体多分2610だったけど、そんぐらいだと思うんですけどね、HP が。なんか盗んどけばよかったかな。まあいいや。お、揺らめく岩の地図29を手に入れた。これ、関係ないな。関係ないな、これ。ちょっと待って。なんだろう、風に愛されたって。これもしかして、風に愛されたっていうことは、なんか大草原とかかな、いろんなとこ回ってんですけどね。まあ、こういうとことか、風が穏やかになったべ。うん、こんなここ。やっぱ風、ここら辺かな。このクエストかなと思ったけど。うわぁ、よく見つけたな。ああ、ほらは、カデスの星メンバー、ナンバー2のナーガルだべ。いかんいかん、すっかり口調が、遊牧民になってしまったべ。うお、元に戻らねえだ。
うはは、まあいいべ。カデスの星に栄光あれ。あ、ナンバー2がいた。こんなんとかなんか消されそうですね。カデスの集めるとかね。まあいいや、それはその時でいいや。今はいいです。まあ、探すのも楽しみなんでね、ここにこれがいたって覚えとけばいいかもしれないんですけど。あ、お父さんだ。おう、カズボーカよく来たな。俺に何か用か？え？ラボルチュ、ミロという名を知ってるかだと？知ってるとも何も。ミロ様は我ら遊牧民の英雄だ。あ、そうだ。ちょ、待って。あの、地図行ったの何だったんだろう。あの後結構地図行きましたよ。違う、怒りの風じゃなくて、違う風の地図とか行きましたけど。あ、違うかなと思って、じゃあ風に由来あると言ったらここかなと思って回ってみようと思ったら偶然ね、収録中に見つけてよかった。ミロ様とルイダ様は、あ、そんな秘密あるんだ。野の花を撫でる初夏の風のようにふらりとこの草原に現れた。あー、ルイダ様って知ってんだね。明るく強く、そして美しい二人はすぐに俺たちと心を通わせた。集落には笑いが絶えなかったよ。しかし楽しい日々は長くは続かなかった。ある時、魔物の大軍が集落を襲い、ミロ様とルイダ様は我ら遊牧民と共に剣を取った。魔物の大軍は追い払ったが、その時ミロ様は子供をかばい命を落としてしまわれたのだ。ああ、そうなんだ。その亡骸はルイダ様が手厚く葬ったと聞く。あ、だからあの物思いにふけてたんか。これが英雄ミロ様の話だ。ミロ様は今もきっとどこかで集落を見守っていてくださるだろう。我ら草原の民はそう信じているよ。え、で、見守っている？え、でも亡くなったんだよね。ってことは主人公はこう幽霊とか見えるから夜とかかな。あ、わかんないね。夜とか昼とか、でも昼でもいるもんね、幽霊ね。いや、一回ちょっとルイダさんとこ行ってみようか。え、そういう感じか。宝の地図関係ないのかな。宝の地図ばっかりやってたからね、宝の地図かなって思い込んでましたね。あ、でもそうかもしれない。案外この後に宝の地図とかの関連になっていくんかな。いや、ここやったはずなんですけどね、もう9年経ってるから全然覚えてないですよね。もうあの宝の地図行ってる時点でもう覚えてないっていう話ですからね。さて、あら、その顔どうやら、あ、やっぱそうだ、どうやらカルバドの集落に行ってきたみたいね。冒険者のあなたならわかると思うけど、自分の力だけじゃどうしようもできないことってあるのよ。だからあんまり気にしないで。私ももう気にしてないから。それだけか。ちょっと待って。あ、カズボ、どう？ミロさんのこと何か分かった？え、そんな、ミロさんはもう、ミロさんと別れたってそういうことだったなんて。一体どうしたらいいの？どうしたらいいの？だからミロさん探すんだよね。で、亡くなっています。どこにいるんだ？集落を見守ってる？ちょっと待って。じゃあ、集落。ちょっとね、この、ドラクエ9。ならではの、まあ、イベントかな。まあ、幽霊が見えるっていうね。まあ、夜にしまして、え、草原とかパオとかそこら辺にいんのかな。墓なんかあったっけ。多分墓とかだと思うけど。まあ、多分攻略見たら全部載ってるんですけどね、見ないでやった方が面白いですもんね。ここにはないの。草原を見守っている。どっかにひょっこりいるかもしれない、夜だったら。ぐるっと回ってみて、教会とかもいるかもしれないね。ん？あれ幽霊じゃない？ん？ちょっと待って。見つけた。あれ？これか？これだ。お、見つけた。やっぱり私の姿が見えるのですね。私がルイダの友人ミロです。墓とかないもんね、ここね。あ、こういう感じなんだ。やっぱ見守っていると本当にいるんだね、やっぱね。あなたがどうや、あなたはどうやらルイダを知っているご様子。私は彼女に謝りたいのです。私は命を落とす直前、彼女にこう言いました。ミロってあの女性なんですね。悲しまないで、それよりも冒険の素晴らしさをたくさんの人に知ってもらって、と。ルイダはその言葉を受け止め、多くの旅人たちが集まるあの酒場を始めました。たくさんの人に冒険の素晴らしさを知ってほしかったというのは本当です。しかし彼女自身それを忘れてしまっては意味がありません。お願いです、旅の方、彼女にもう一度旅の素晴らしさを思い出させてもらえませんか。
はい、ありがとうございます。それではまず、ジャーホジ地方にある私のお墓へ行きましょう。ジャーホジ地方はここより北の地、ただし歩いてはたどり着けないので船を使ってください。船を使ってください。ジャーホジ地方、ジャーホジ地方ってどこだったっけ。ここより北の地。私も後を追いますので飛んで行ったりしないでくださいね。あなたを見失ってしまいますから。もしもそんなことがあれば私はここに戻ってきますのでまた迎えに来てください。危険な船旅になるかもしれません。道中どうかお気をつけて。ルーラー使うなってことかな。でもルーラーで行けないでしょ、ジャーホジ地方なんて。ジャーホジ地方ってどこだっけ。え、ちょっと待って、ジャーホジ地方、船ってどこにあるの。下だよね。これは地図、ジャーホジ地方上の方か、北の地って言ってたね。でこう船乗って、上ってどうやって行くんだろう。ブラックタヌー見ますけどね、ゴールドタヌーがね、出てこないとクリアできないイベントもありますからね。北の地？今あの右上の黒い点が、いる場所なので、北の地。あ、やっぱりあそこか。あの、前行ったとこだ。北の地ってことは、でも船でしか行けない。こう大陸をぐるっと回っていけばいいんですけど。今のところも行ってないな、まだ。あ、行ったか。あのね、カデスの牢獄の右側だと思うんですけど、あ、なんかあそこ墓あったような気する。ここだけガンガン行こうぜ。でいいかも。あ、そんな強くないよ。まあ、違うかもしれないし、多分かもわかんないしね。なんかそのぐらいの確率なんですけど、カルバノの北って言ったらね、そこしか思い浮かばないので。まあ、一個地図埋まったからいいかなって感じですけどね。ハヌマーンの地図が、まあ、どれかわかったんで。うん。まあ、魔法使いね、入れてる理由が手っ取り早いんでね。全体攻撃で強力なの持ってるんで。だからちょっと外せないっていうのはあるんですけど。その代わりね、他のパッシブ振ってないんで、多分ここだと思う。こう、ジャホジ地方だったっけな。そうだったらそうだけど。あ、ここだ。ここの、あ、こんなんいたんですよ。ね、だいぶ前来ましたね。船取ったばっかりの時。ここ後でなんかありますよね、って言ってね。あ、命の石、拾っときましょう。墓、あ、右の墓だ。一個なんかそういえばありましたね、墓ね。思い出しました。あ、これがそうなんだ。やっぱイベント絡んでましたね。Wi-Fi クエストなんだ、これね。まあ、そうかなとは思ったんですけど。でも、ここだとは思いませんでしたね。ここが何だったっけなと思って。やっぱ久しぶりにやるとね、これだ。旅の方、そのお墓をよく調べてみてください。カズボーはお墓を調べた。お墓にはペンダントがお供えしてある。そのペンダントこそ私とルイダの友情の証。私たちはお揃いのペンダントをつけ、いろんな町や人を見てみたいって冒険に胸を躍らせていました。しかし私が命を落とした時、私からそして悲しい旅から決別するためにルイダは自分のペンダントをここに置いていったのです。あ、キラキラ光ってる後ろに。旅の方お願いです。そのペンダントをルイダの手に返してあげてください。そして旅は素晴らしい。そう友が言っていたとお伝えください。あなたに出会えたおかげで私はようやく天国へ行けます。ありがとうございました。これはルイダさんに渡すのか。お、友情のペンダントを手に入れた。なるほど。いや、追加クエスト面白いですね。しかも後ろにキラキラ光ってるのがあるからね。
これなんだろう、あ、漬物石ね、いっぱいありますね、これね。まあ、未だにまだ錬金してないですけど。よし、じゃあこれでルイダさんとこ行けばいいのかな。あ、地図は関係ないみたいですね。まあ、あれ以外にも入ったんですけど、まあ、一回クリアしてる地図とかね。カズボウどうしたの？あら、その手に持っているのは？どうしてそのペンだと？ミロのお墓のことは誰にも言ってなかったのに。ミロから聞いたですって？そんな、ありえないわよ。いや、この方に限ってはありえるんです。まだあるの？え？ミロから伝言？旅は素晴らしいか。懐かしい。あの子がいつも私に言っていた言葉。夢を見ているような気分だけど、あなたの話は本当みたい。私、悲しい思い出から逃げていたのかもしれないわね。旅は素敵なものだったのに。ねえ、リッカ、オーナーのあなたにお願いがあるんだけど。私、もう一度旅に出てもいい？もちろん、カズボウが誘ってくれた時だけよ。酒場の仕事はちゃんとするわ。ええ、ルイダさんが元気になるなら私は何でも OK です。それじゃあカズボウ、そういうわけだから気が向いたら私を誘ってね。ありがとう。私の大切な宝物持ってきてくれて。はい、ルイダさん仲間入りました。そう、ルイダさんのねイベントね、こんな感じだったのをねすっかり忘れてました。ルイダさんがね仲間に入るのはもうねプレイする前から知ってたんで、これね初見じゃないんでね。なんですけど、なんせ9年経ってるんで全然覚えてないですよね。ルイダの名簿にルイダが登録されました。これだから冒険に連れて行けますね。だって連れて行くとね、誰か外さなくちゃいけないですよね。ありがとうカズボ、あなたのおかげでルイダさん元気になったみたい。ルイダさんの秘密を知ることができてすっきりしたし、さあ張り切って仕事するわよ。よし、報酬ルイダさんだね。だから、ね、ルイダさんの酒場で、まあ今のメンバーで行きますけどね、仲間を預ける。仲間を別れるってやったらしょうがないですね。一応ね、ちょっと、桃子さん、預けましょう。まあ、レベルすごい上げれるようになったらね、あ、盗賊28。はい。ルイダさん、来ましたね。だから要は、こういう感じでルイダさん仲間にできるので、ルイダの服、ああこんなのとかね、仲間一回入れとかないとアイテム欄埋まんないですよね。だからとりあえず今ヒペがしますか。ルイダの靴、ラッキーペンダント、だこれもね合成に使えるんで、シーブズナイフ外す。あ、全部ヒペがしましたね。でこれアイテム欄埋まってますよ。で、ありがとう、ルイダさん。あら、もうおしまい。残念だけど仕方ないよね。でもまた誘ってちょうだいね。仲間を呼び出す。ルイダがいないとダメなクエストとかなかったけど、とりあえず、モモコさん。もう全部100なんですよね。違う職業にしようかな。まあ、初期メンバーをね、ちょっと裏切ることはできないかな。よし。まあ、クリア後の、まあ、Wi-Fi クエストをやってから、限定の仲間ですね。ルイダさんが入るってことはね、まだ他に何か入るかもしれないんでね。ということでね、どうしようかな。とりあえずね、ここまで進んだんですけど、あとね、ちょこちょこ抜けてるクエストあるので、まあそんなの次回やっていこうかなと思います。なので今回ね、立夏のお母さんのね、まあ贈り物のクエストに続き、あそこをやらないと攻略できないの、ルイダさんのね、イベントですね。仲間をするまでのイベントを攻略しました。なので途中でね、やっぱりね、程よく忘れてると冒険楽しめますね。これね、知ってたらね、すぐね、あ、ここだ、ここだってなるんですけど、さすがにね、ドラクエ9はね、1回しかやってなかったので、1回やって、まあ今、ここまでね、見ていただいた方だったらわかると思うんですけど、すごいやり込み要素があるんですよ。だから宝の地図をね、延々とね、もう本当に全部のクエストをやってから出たり入ったり繰り返したりしてね。あと魔王もレベル上がっていって、あれ99とかまで上がるんで、
まあ、あんなの倒したりアイテム集めたり当時やってたんですけど、まあ、そこら辺になってくるとね、今までやった以上に時間費やしてやってたんで、途中のイベントなんかね、とうに忘れてしまってるというね、まあ、そういう現象が起こるんですけど、まあ、久しぶりにやってね、久しぶりにね楽しめてね、まあ、初見のね、まあ、楽しみっていうかね、初見の時の楽しみと同じような楽しみを味わいながら自分プレイしてますんで、まあ、今後もね、まあ、125までやりましたけど126とかね、あと普通の通常クエストも多分何かしらやってないのあると思うので、まあ、そんなのもね埋めていければいいかなと思います。あと宝地図のねボスからねなんか盗んだりとかね、あんなんでねいいアイテムとかいい装備とか手に入ったりするので、まあ、あれもね、まあ、何を落とすとかね、何持ってるとかね、スーパーキラーマシンが一応ドリルナックル盗めることが分かったんですけどね、多分レアなものでいいもん持ってるので、まあ、そんなのもね、まあ、いずれやっていければいいかなと思います。なのでパートはね多分ね100以上超えるんじゃないかなと思いますので、まあ本当にねじっくりやっていこうと思います。1日2日かかったりね、やっぱりちょっと自分もね、まあ別に昼間ね仕事やってたりしてますし、やっぱりね用事あったりしてね1日いなかったり、ちょっとね旅行行ってね2日いなかったりとか、まあそういうね付き添いとかいろいろあるんですけど、まあそういう時に出せなかったりする時あるんですけど、その時はね2本その前の日に出したり、まあ帰ってきてからね収録して、まあ、2本出したりとかね、まあそんな感じで、まあその埋め合わせをやってる感じなので、まあそんな感じでねこのじっくりのプレイをね、まあ、ご視聴してくだされば私としても嬉しいと思います。でよろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。